イアゴ・ファルケ・シルバは、スペイン・ガリシア州は、コルーニャー県、B5 出身のサッカー選手。ポジションはフォワード。イアゴ・ファルケとも表記される。ガリシア州、B5 に生まれたが、2000年から2001年には、レアル・マドリードの下部組織に所属し、2001年に、ライバルの FC ・バルセロナの下部組織に移った。インフェリオールカテゴリーで頭角を表し、 逸材の一人として注目されるようになり、2008年には FC、バルセロナ B がセグンダ・ディビシオン B に昇格し、それと同時にイヤゴのアトレティックのメンバーに昇格した。それまで FC、バルセロナ B を率いていたジョゼップ・グアルディオラ監督がトップチームの監督に就任したため、ルイス・エンリケがアトレティックの監督に就任し、イヤゴは FC、バルセロナ B でのデビュー戦で、 初得点を挙げた。しかし、イヤゴは、エンリケ監督と折り合いが悪く、さらに同ポジションのガイアスリンラ年下の成長も、著しかったため、U-19 スペイン代表であるにもかかわらず、戦力外通告を受けた。2008年8月30日、イタリアセリエ A のユベントス FC と4年契約を結んだ。複数のクラブがイヤゴに関心を寄せていたが、 ユベントスのクラウディオ・ラニエリ監督はファルケが活躍したアイルランドでの U-19 トーナメントを直接視察に訪れていたフリートランスファーであったが活躍次第で FC バルセロナには250万ユーロの保証金が支払われる2008から09シーズンのはプリマベーラで主力としてプレーして活躍しアルビン・エクダルやロレンツ・アリアウドラと共に ビアレッジョ国際ユーストーナメントで優勝した。12月6日、US レッチェ戦で、トップチームへの初招集を受けた。2009年夏のプレシーズンには、AC ミランとの練習試合で、トップチームデビューを果たしたが、8月25日、セリエ A の AS バーリに、レンタル移籍し、2009から10シーズン前半戦は、ユースチームでプレーした。 2010年1月に、ユベントスに復帰したが、ユベントスでもやはり、ユースチームでプレーした。2010年7月29日、スペインセグンダ・ディビシオン B のビジャレアル CFB に、レンタル移籍した。2010から11シーズンは、レギュラーとして36試合に出場して、チームトップの11得点を挙げたが、ビジャレアル CF は買取オプションを行使せず、 2011年6月30日に契約元のユベントスに戻った。2011年8月25日、1年間の契約でイングランドプレミアリーグのトッテナムホットスパー f c にレンタル移籍した。契約には完全移籍での買取オプションが付けられた。9月15日、UEFA ヨーロッパリーグポックサロニカ戦でデビューした。 2012年1月16日、トッテナムに完全移籍し、直ちに、フットボールリーグチャンピオンシップで首位を走る、サウサンプトン FC に、シーズン終了までの契約で、期限付き移籍した。レスターシティ FC 戦でデビューした。2013年1月24日、スペイン2部の UDR メリアに、シーズン終了まで期限付き移籍した。 2013年8月25日、ラージョバジェカーノに期限付き移籍した。2014年7月31日、ジェノア CFC に完全移籍した。2015年7月1日、AS ローマに買い取り義務付きのレンタルで移籍した。100万ユーロのレンタル料に加え、公式戦に出場した時点で700万ユーロでの買い取り義務が発生する。 2015年8月22日、エラスベローナ戦で66分に、モハメド・サラーとの交代で、途中出場し、ローマ遺跡後初出場を果たした。9月12日、フロジノーネ戦で、ローマでの初ゴールを挙げた。10月20日、UEFA チャンピオンズリーグの、バイエル・レバーク前戦で CL 初ゴールを挙げた。 ローマでの初年度は27試合3得点の記録を残した。2016年1月にルチアーノ・スパレッティが監督に就任してからは出場機会を減らした。2016年7月18日アダム・リアイッチと共に鳥の FC に移籍した。買取オプション付きのレンタルでの形での加入となった。 前半戦で15試合8得点と活躍を見せ、2017年1月5日に、トリノは、買取オプションを行使し、完全移籍した。2020年1月31日、フルスのジェノア CFC に、シーズン終了までのローンで5年ぶりに復帰。なお、買取オプションが付帯していたが、シーズン終了後に行使されず、トリノに復帰。 2020年9月29日、1シーズンローンでベネベントカルチョに加入。2021年8月31日、トリノットの契約を双方合意のもとに解除。2007年にはベルギーで開催された UEFAU-17 欧州選手権で優勝し、韓国で開催された FIFAU-17 ワールドカップでは準優勝した。 2008年にはチェコで開催された UEFAU-19 欧州選手権に出場し12月にはガリシア代表に初招集されたボージャン・クルキッチラと同世代でスペインではクインタ・デ・ボージャンと呼ばれる逸材揃いの世代の一員とされているありがとうございます